柴田、色覚異常を告白、ポーカー大会での衝撃ミス。12日、YouTuber の柴田さん、登録者数116万人、が、自身が色覚異常であることを告白しました。現在、ポーカーの世界大会ワールドシリーズオブポーカー、WSOP、に参加するためラスベガスに滞在中の柴田さんは、動画で赤と緑と茶色が分かりにくいと述べ、昇格異常が原因でプレー中にミスをしたと語りました。トーナメント中にチップの色を間違え、大きな損失を出してしまったそうです。柴田さんはこの経験を通じて、色覚異常の影響を実感し、前向きに捉えています。みんなの反応としては、柴田さんの前向きな姿勢と色覚異常への理解が多く見られました。少数意見としては、色覚異常の話が勉強になったという声もありました。みんなの反応。ミスしても前向きで偉い。色覚異常を理解した。色覚異常でも活躍、すごいね。色覚異常って大変だね。色覚異常の苦労、初めて知った。次回も頑張って。色覚異常の人多いんだね。色覚異常でも諦めない姿勢が大事。ラスベガスの経験、貴重だね。了解しました。文を教えてください。了解しました。文を教えてください。色覚異常の話、勉強になった。色覚異常でもポーカー挑戦、尊敬する。色覚異常って結構多いんだね。当チャンネルの意見として、柴田さんの色覚異常に対する前向きな姿勢と、その経験を通じて色覚異常の理解を深めたことは非常に素晴らしいと思います。